西谷誠は日本中央競馬会所属の騎手。父は元騎手で主に障害競争で活躍した西谷達夫。同じく2021年3月デビューの JRA 騎手西谷凛は息子。長教では現役騎手時代に父と同じ旧車所属であった瀬戸口務旧車の競争馬に乗ることが多かった。 競馬学校第11期生として1995年3月に瀬戸口旧社所属でデビュー。同期機種に西田雄一郎、野本明義などがいる。デビュー当時は平地競争中心の騎場となっており、初年度には13勝、翌年には11勝を挙げたが、その当時160センチメートルほどであった瀬が、伸び始め平地競争に出走するための体重維持が、 困難となってきたことから2011年3月より、平地免許を返上し、障害専門機種に転向となっている。4年目の1998年には、ゴッドスピードとのコンビで大活躍。未勝利戦で大差価値を収めた後、格上挑戦で臨んだ阪神障害ステークスで、重賞初勝利を達成する。さらには、平場のオープン戦を挟んだ後に、京都大障害にも勝利する。 この後さらに平場のオープン戦でも勝ち、5連勝を達成するなどの活躍を見せた。年間成績で10勝を記録し、1998年度の優秀障害機種賞を受賞する。翌年には、同馬とのコンビで、JG1 に格付けされた中山大障害に勝利した。その後も2002年にオンワードメテオで、東京ハイジャンプ、2005年に、TM ドラゴンで、 京都ハイジャンプを制し、さらに2006年には、マルカラスカルで、中山大障害2勝目を挙げるなど活躍を見せている。2006年は13勝を、上げ障害競争リーディングを獲得し、旧社関係者表彰の一部門である、優秀障害機種賞を受賞した。2007年1月にゴージャスディナーに起場して、JRA 通算100勝を記録。同年6月の東京ハイジャンプに、 メルシエータイムに起乗してレコード価値を収め、この年は15勝を挙げ、2年連続でリーディングを獲得し、JRA 賞最多勝利障害騎士を受賞した。2008年は、マルカラスカルとのコンビで悲願の中山グランドジャンプ初、制覇。同年12月6日のイルミネーションジャンプステークスをマルカラスカルで制し、中央競馬史上21人目の 障害競争通算100勝を達成、同時に父である、西谷達夫の障害競争通算勝利数と並んだ。この年も13勝を挙げ市場発となる3年連続、JRA 賞最多勝利障害機種を受賞している。その他、ネオユニバースやラインクラフトといった GI 優勝場の調教を担当していた。2018年2月1日より、今三つぐ急所属となる。 2019年1月27日、中京競馬第4競争で東圧月光に起乗し一着となったことで、JRA 通算200勝を達成した。ありがとうございます。